はい、じゃあよろしくお願いします。ドンハイチです。今回ですね、もう多分見てくださってる皆さんがなんでこんなコラボをしているのかと思う方々に来ていただきましたので、自己紹介の方よろしくお願いします。どうぞ。どうも皆さんこんにちは、きよきよです。私はゲーム実況の動画とかをアップしております。かなり中高生が視聴者層が多くてですね、ハイチさんの視聴者層も中高生が多いですか。はい、ぜひともゲーム実況をしているきよきよと申します。はい、よろしくお願いします。いや、えい、どうぞ。はい、キットチャンネル元女子のエツオ、元女子の花田です。ありがとうございます。どんな動画を上げられてるんでしょうか。僕たち今自己紹介で元女子のエツオと元女子のカンタって言ってるんですけど、僕たちもともと性別がまあ女性で、女性から男性になったっていう。なんか元女子系 YouTuber だから危ないですけど、いうので、まあその今言われて LGBTQ とかそういった話をしてるのはもちろんなんですけど、まあそれ以外にもなんか最近は大食いやったりとか、大食いやったりして、それ以外のこともやってます。完全に今大食いチャンネルとして今染み付いてるかもしれないですけど、まあいろんなことでやってます。はい、よろしくお願いします。でですね、まず説明しなきゃいけないことがあってですね、バッグがコンビニなんですよ、これコンビニバッグで、なんでこれ対談してんだって話なんですが、実はですね、お二方のチャンネルで今ファミリーマートさんのスイーツの人気スイーツを当てようっていう企画をですねやっておりまして、その撮影後にね、ハイチ大食いやりましたんで、人生初のぜひ見ていただきたいんですけど、かなりねしんどかった撮影の後に今撮っております。なのでそのこういうセットで撮ってるんですけど、じゃあ早速きよきよさん、もう多分今あれですよ、俺を叩こうとした瞬間にあいつなんだってファンかなと思って先生を叩かな。自分今日なんで初対面で初めましてなんですけど、もう動画を見させてもらってる時からイメージですよ、イメージはもうなんかクラスの中心で人気の子みたいなイメージがすごいあるんですけど、本当最近初対面でお会いする方はかなりそういうこと言われることが多いですね。そうですね、なんか結構人気者なんでしょ、すごいそのイメージモテるんでしょみたいな言われるんですけど、中学の時それこそなんですか、いわゆる陰キャとか言われてた方なんですよ、かなり。そうなんですね。だから例えると国語の授業で教科書を開くじゃないですか。でこうなんか句読点ごとに一人ずつ読んでいこうみたいな英会話とかの中あると思うんですけど、その時めちゃめちゃ嫌だったんですよ。読むのがもう嫌だって、みんなの前で一文読むのが嫌ぐらい、かなり内向的っていうんですかね、っていう感じではありましたね。でまあ僕は高校生の時になんか言ったらリーダーっぽいやついるじゃないですか、高校とかで。そういう人が結構絡んでくれて、なんかあ自分のなんか口でなんか思ってることを言っても、そんな周りはなんか別に僕を攻撃してきたりしないから、あ自分の思ったこと言った方がいいなって思って高校時代から言うようにしてたら、なんかこういう元気な感じになったって感じですね。最近は僕はもう僕の友達に聞いたら分かるんですけど、もうネガティブなことあんま言わないようにしてるんですよね、日常から。もう常にポジティブの発言しかしないです。口に出す言葉っていう、はい。なんか僕がもう最近実践してるのが、すみません僕だけ長くなっちゃって実践してるのが、1日に10回あ自分は運がいいなっていうようにしてるんですよ。どういうことかっていうと、よく例えば電車とかでなんかちょっと事故があって遅延しちゃってます30分遅れますとかいう時に、僕運がいいなって思うようにしてるんですよね。それなんでかっていうと、例えば自分が事故に遭わなくてよかったなとか、あとあこの30分でちょっとゲームできるとか、本読めるみたいな、なんか考え方をいわゆるもう全てをポジティブに考えるみたいなのをしてるんで、こうなったのかなとか思いますけどね。あとは友達に言われたりっていうのはあったりします。結構努力をしてっていくともちょっとあれ言葉があれですけど、まあ変えていったって感じですよね。少しそうですね。なんか自分の信念を一つ持ってそれに従ってたって感じですかね。すげえ真面目な感じ。やだ。きよきよさんの視聴者の方すげえコメント書いてあって、きよきよいつもと違う。やめてそういうのやめて。あかっこいいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ僕たちまあ自己紹介でも言った通りに、もともと女性だったんで、学生時代は僕は女子で生活してました。なので今かなたなんですけど、かなっていう名前だったんで、かなちゃんとしてもうバリバリ。もうセーラー服着て学校通ってたんで、見た目はそこまで女子っぽくはなかったんですけど、やっぱある程度髪長くて、まあ、自分がまあ気持ちは男だっていうことを隠して生きてました。学生時代、高校生まではやっぱりその周りに言うことがすごく怖くて、で自分が間違ってる、自分が気持ちが男だっていうことは周りに言っちゃいけないことだとか思ってたりして、もう周りに嫌われるのが怖かったってことですよね。一番はもう馴染めないのが一番怖い、学校ではぶられたらどうしようとか、なんかそれだったらもう普通に何も言わずに隠して生きていこうっていうことが多くて、大学に入った時にまあちょっと特殊なんですけど、大阪芸術大学っていう芸術系の学校に行ったんですよ。はい、そこに行ったのがきっかけで、やっぱりその周りの方が結構受け入れ体制がすごくてですね、僕が例えばそのもう気持ちは男なんだよねっていうことをカミングアウトしても、そうなんだそれでっていうぐらいの方がすごく多くて、そこでやっと周りにカミングアウトができるようになって、でなんか自分らしく生きていいんだって、自分のことを周りに言ってちゃんと周りに分かってもらっていいんだっていうふうに思って、そういう学生生活をやっと送れたって感じです。好きな子がいるのって聞かれたら隠さなきゃいけないんで、適当にクラスの一番人気の男の子の名前とか言ってみたりとか、全然好きでもないのに、じゃあなんか告白されそう、告白しなよとか言われて、無理やり告白してこっぴどく振られてっていうことも。やってよかったね、振られてね。でなんかやっぱ振られたから悲しいふりしなきゃいけないじゃないですか。だから次の日めっちゃ号泣したふりして、目パンパンに腫れて行って「あ、大丈夫大丈夫」って言われに行ったって、何にも悲しくないのに。そうですね、でも感情ないですもんね。大丈夫とか言って生活しました。学生時代があんまりなくて、僕高校中退してるんですよ。で、高校もその入った時通信制の高校とかだったんで、学校も行かなかったんで、だからそのちゃんとした学生生活って中学生で止まってるんですけど、中学校の時はまあもともと同じく女の子で A 子ちゃんだったんで、なんかでも髪の毛とか短くて、まあスカートはなんか履いてて、なんかボーイッシュな女の子みたいな感じでいましたね。でなんかどっちかといったらなんか結構なんか調子乗りたいタイプでしたね。ウェイみたいな。でなんか「え、女の子なのにちゃんとしないよ」とかそういうこと言われたりしても、なんか「いやそういうんじゃないし」みたいな、なんかそういうなんかうまいことなんかこうスルースキルっていうんですかね。なんかそう、どんな人がタイプとか言って、本当は僕は女の子が好きだったんですけど、その当時も。でも女が好きなんて、その女が言ったらおかしいとかって思われちゃうし、なんかやっぱ言っちゃいけないから、まあ渡り去りなく。優しい人かなみたいな、そういうスルーをするみたいなっていうような学生生活を中学は送ってました。で高校は僕は普通にこう、なんで高校途中で辞めちゃったかって言ったら、なんか別に高校行くってことも選択肢の中であったんですけど、なんか僕は家庭環境が結構なんか複雑で、なんかその今全然乗り越えてるから全然いいんですけど、なんか父親からまあ虐待を受けてたりとか、なんか家がお金なくてとかで、まあそこから施設で育ってるんですよ。なんで早く自立したいという気持ちがあって、まあバイトでお金を貯めて、で高校通信で通いながら行ってたんですけど、なんか先々自分がやりたいことに高校卒業の資格っているのかなって思った時に、僕はやりたいことがいろいろと明確になったんで、それが高校卒業の資格がなくてもまあできるものだったんで、それだったらもう高校を辞めて働こうって言って働いたんですよ。だから17歳から一人暮らししてるんですよ。悪い大人に騙されたりとかいろんなことがありつつ、なんか18歳の時になんかでもなんか何がやりたいんだろうって、なんかちょっとまた迷い始めて、なぜかお笑い芸人になろうと思って、なんか性別関係ない仕事ってなんだろうと思ったら、なんかお笑い芸人だったら笑いさえ取れればなんか性別関係ないのかなって思ってたんで、じゃあお笑い芸人になろうってなんか血迷ってそっち行ったんですけど、で吉本の NSC に18歳で入って、そうなんですね。そうで入ってなんかいろいろやったんですけど、なんか女で笑いを取れみたいなのがすごい多かったんですよ。なんか例えば女芸人だったらなんていうんですか、こう太った女性がとか、ブサイクって言われる女性の人で、そういうので笑いを取れっていう、なんかバリバリ女社会だったんですよね。芸人の社会が。それでちょっと違うなと思って、そこからなんかバイトしたりとか、あと自分の体にも悩んでたんで手術したりとかいろいろと受けて、今があるっていうような感じなんですけど、それこそ僕が手術をして戸籍も全部男性に変えた後に働いてた会社で、そういう性同一性障害の方をサポートする会社に勤めてたんですよ。でその時に彼がお客さんとして相談に来て、なんかこれから治療したいとかどうこうとかっていうので、でそうなんですよ。で初めて会った時に話して、なんかただ手術の話とかそういうなんていうの性別の話だけでもなんか空気重たくなっちゃうじゃないですか。なんであれ趣味とかって何ですかみたいなことを聞いたら、なんか学校が映像編集の学校でって言って、あそうなんですね。僕もなんか映像好きで口パクの僕 PV よく撮ってたんですよ。プライベートでそれ見せて、でも編集でもできないんですよねみたいな。でそこからまあちょっと仲良くなって YouTube なんか、まあ、元女子ってまあ2人共通点だしやろうよって言ってなんか始めたっていうか、なんかやっぱ世の中って偏見にあふれてるけど、こんなまあ僕たち明るいよ人生楽しいよってことを少しでも分かってくれる人がいたらいいなっていうので、まあなんか始めようかなみたいな感じで。ここまでやってくるのに多分いろんなことがあるじゃないですか。多分自分の中で想像できないところの話があると思うんですけど、で今多分楽しく撮るってもあれですけど、こうそこまで持っていくなんか自分のモチベーションっていうかベクトルの持ち方ってどういうふうに考えてこう楽しんでいこうみたいな、それを表現していこうっていうふうに思ってらっしゃるんですかね。でもやっぱり多分お互いそうなんですけど、僕もなんかやっぱ病んでた時期すごいあったんですよ。なんかそれこそなんかまあ虐待受けてて家が貧乏で、でなんかしかも性別にも悩んでてって、なんか本当に大げさですけど、もうなんか超不幸な人じゃんと思ったんですよ。自分のことをなんだよこれってずっと思ってて、めちゃくちゃ病んでたんですよ。でなんかで病んでてこう周りのせいにしてたんですよね。めちゃくちゃもう親がこうだったからとか、なんかその親戚がこうだったからとかっていういろんな人のせいにしてたんですけど。なんかそんな人のせいにしてもなんか何も解決しないんですよね。でそう思ってなんかいろいろそこからなんかその、まあ、いろんな逆境があったけども、なんかのきっかけでそれまあ武器にできるようになったんですよ。例えば僕今料理チャンネルも持ってるんですけど、はい、僕料理が人よりもまあ、できる方なんですよ。料理チャンネル一応持たせていただいてるんで、はい、でその理由とかっていうのもなんでだろうって考えたら、僕やっぱ父子家庭だったんで、はい、13歳ぐらいからお父さんの料理ずっと作ってたんですよ、ご飯を。だからある程度料理ができるともあって、でもそれが結局僕の今の仕事に生かされてたりとか、自分がコンプレックスだったそれこそ元女性だったりとか、そういうまあ、貧乏だったこととか、そういったことをその話を、まあ、言った時に誰かの助けになるとか、誰かがそれでなんか共感できましたとか、なんかそれで頑張ろうと思いましたって言ってくれたりとかした時に、なんか僕のこの経験って無駄じゃなかったんだなって思ったんですよ。はい、だからそれでなんかまあ、逆境は武器になるっていうのがすごいなんかなんていうんですかね、こう自分の中でこう染みついてというかっていうので、なんか楽しく今はそれがなんか辛い経験とかしても、でもそれこそ時々さんが言ったようになんかポジティブじゃないですけどっていう嫌なこととかがあったらまあなんとかなるでしょとか、これいつかネタになるでしょとかっていうふうに思えるようになったかな。まあそこまで思うのには時間はかかりましたけど、行動力っていうのが多分大事だったりするじゃないですか。多分ちょっとコンプレックスというか悩みを抱えてる時にいい方向に考えるとか、逆にちょっとお笑いの世界に行ってみるとか、こう行動するって結構難しいと思うんですけど、どうしたら行動力って生まれたりするんですか？僕のテーマが結構行動力だったりする。ああ、そうなんですね。でまあなんかいきなりアメリカ行っちゃうとかいうそういう行動力も僕大切だなって思ってるんですよ。なんか人生一度きりだったりするじゃないですか。っていうのを考えてるんですけど、どうですかそういう思いのなんか気持ちの面での行動力って。何かきっかけがないと難しいんですかね。そう、なんか自分は足が重たいんですよ。こう思った時に一歩踏み出すのが遅いんですよね。これやりたいなと思った時にいろんなこと考えちゃうんですよ。やった時のデメリットとかを考えちゃって、だから学生に当てるとこれを夢に思うんだけど、その夢を喋ったら親に怒られるんじゃないかとか、周りにバカにされるんじゃないかとか気にして結局動かないっていう人生を送ってきたんですよね。でもそれじゃダメだと思って。何かをしたいって思った時に、もう何も考えずにまず一歩踏み出そうと思って何かしようっていう、多分アメリカ行くことはすぐできないですけど、でもこれを食べたいって思ったらなんかなるかなって考えるんじゃなくて、まず食べてみてそこから考えればいいみたいな。だからひとまず自分の足が重たいのは分かってるので、じゃあ思い立った瞬間、一番気持ちが上がった時に一歩踏み出そうっていうふうには気をつけてますね。ビビリなんですよ。めちゃくちゃビビリで、めちゃくちゃ考えちゃうタイプなんで、もう考えたくないからもうやっちゃうって感じです。同じです。自分すごいビビリなんで、そうなんですよ。だからもうやっちゃった方がいいやってやった自分に任せますみたいな感じですけど、そういう感じ。あと単純にやってないのにとやかく言うのはかっこ悪いなって思います。なんかいるじゃないですか、やってもないし食べてもないのに「いやこれ美味しくないよ」とか言ったりするのは違うなと思うんで、それだったらもう自分から挑戦するのが大事かな。逆にどうなんですか、その辺は。僕ですか、僕はもうそれこそ一旦やるっていうのをLINE の一言あるじゃないですか、はい、に書いてた時期もあるぐらいていうか、なんなら2週間前ぐらいまで一旦なんかキーワード「一旦」とかやってたんですよ。それが一旦やるっていうのは自分の中のパワーワードですね。なんか多分今まで僕たちも生きてる中で、これやりたいなとかこれやりたくないなってことっていっぱいあったと思うんですよ。でもどうしてもやりたいものって譲れなくてやってると思うんですよね。だからそれに出会うまでいろんなことをなんか挑戦できることを好きにやってみればいいんじゃないかなって思うのと、僕もなんかこういうなんか虐待とか施設で育ったとかいろんなこう経験をしてると、そういった相談とかめっちゃ来るんですけど、なんかその時に「エツさんは夢がある」とか言ってますけど、私夢がないんですみたいな、どうやったら夢って見つけられますかみたいなことをすごい聞かれるんですけど、それがなんか僕のテーマでもあったんですけど、それをやった時になんでその人は今あるこの選択肢の中から夢を探そうとしてるんだろうってすごい思うんですよ。それじゃなくて、なんか別にいろんなことに挑戦してみて、ダメだったらすぐやめればいいし、飽き性でも別に何でもいいと思ってて、いろんなことをやって視野を広げた上でその中でやりたいものがあったらやればいいと思ってるんで、なんか別に今限りある中から夢を探す必要ないんじゃないかなっていうふうに思ってて、だから本当にやりたかったら人間多分やっちゃうんですよどうしても譲れないものって。それがまだ出てこなくて踏みとどまってるんだったら多分これから出会うと思うんで、なんか食わず嫌いじゃなくね、いろいろとちょっと少しやってみるっていうのは、やりたくなかったらやらないでもいいと僕は思ってます。やりたいことに出会うって相当確率低いと思っていて、うちらやりたいことに出会って今やってますけど、本当にありがたいことにって感じですね。あと僕はやっぱりその視点を変えるっていうことが大事なのかなと思って、僕のちょっと体験談になるんですけど、大学時代にやっぱり入りたてはやっぱり女性として通うのがすごく嫌だったんですよ。周りがいくら受け入れてくれても、女性として在籍して通うっていうのがすごくストレスで、僕授業は行きたいけどそれから逃げちゃったんですよ。女性で通うっていうことに逃げをしてしまって学校に行かないっていう時期があったんですけど、やっぱそれって僕はやりたいことを差し置いて、自分のその嫌な部分だけを見て、そこが嫌だから行きたくないっていう感情だけでまっすぐなっちゃったんですけど、でもやりたいことって学校にあって、視点を変えたら、なんか僕やりたいことここだからそこをまず目指せよって自分で思ったんですよね。まあこれは確かに嫌な、女性としては通うのは嫌かもしれない。でもやりたいことがあってこの学校に入ったんだから、それはまずやるべきだなって僕は思って、そこちょっとだけ視点を変えたんですね。そしたらやっぱ学校に行くのも楽しくなったし、受け入れてくれる環境ではあったんで、そこから僕は変わって学校には行けるようになったっていうのはありました。本当にちょっとだけ見る目線を変えると、考え方も少し変わるじゃないですか。そうすると景色もまたちょっと変わるじゃないですか。そうするとなんかいろいろまた、あ、こういう世界もあるんだっていうふうに思えるのかなと思います。嫌な、なんか落ち込んでる時ってここしか見れないんで、でもそれを周りの人が気づかせてくれるヒントくれる時ってあるじゃないですか。こういう見方もあるんじゃないって。でも落ち込んでたりすると周りの意見をシャットアウトしちゃう子とかもやっぱりいて、でもやっぱりもちろん罵倒されたりとか嫌なこと言ってくる人もいるんですけど、本当に心から君のことを思ってアドバイスをしてくれてる人もいるわけで、そこをちゃんとこう開いておかないと入ってこないじゃないですか。その入ってきたやつを見て、あ、こういう見方もあるんだみたいな、さっきもし気づけたら、ね、人生変わるかもしれないので、そういうふうには生きてほしいなって思うんですよね。なんか動画でやってると、結構やっぱ同じような悩みをもらうんですよ。でも何ができるのかなってずっといつも思うんですよね。でも自分の中で多分何かを喋って、それで子どもたちのね、その悩みを救えるとは全く思ってないんですよ。でも自分の経験談だったりとか、ただ皆さんにねこうやってお話してもらうことで、それを聞くことで、あとちょっと生きてみようかなとか、ちょっと頑張ってみようかなって思ってもらうことはできるとすごく思ってて。僕たちもいつも言ってるんですよ。なんか僕たちが誰かを変えることは絶対できないと思ってるんですよ。変わるのはその人が変わるしかないんで、でもその誰かの変わる何かのきっかけにはなれるんじゃないかなっていうふうにはすごい思ってて、それはいつも動画でも伝えてるんですけど、その少しのきっかけにでもなれたらなっていうような話はしてるのと、あとこれは元上司の僕たちの視点だから、その言わせていただくと、なんか大体みんなやりたいことがあるって時に、まあ、いろんな理由があると思うんですけど、できない理由を作るじゃないですか、はい、例えばお金がないとか、失敗したらどうしようとか、周りの目が気になるとかいろいろあると思うんですけど、やっぱ多分対人で悩んでる人ってめっちゃ多いんですよ。でその中で僕たちが思うのは、なんか僕たちも元女子だから周りの視線のことめっちゃ気になってたんですよ。これ絶対今女子時代男に見られたかな、女に見られたかなとか、うわなんか今あの人変な目で見てたんじゃないかとかって、その時その当時めちゃくちゃもうなんかすごい視線が気になってたんですけど、はい、今だから思えることは、案外他人って人に興味ないんですよね。それすごい思うんですよ。だからなんか恥ずかしい、失敗したらどうしようと思うんですけど、もしかしたらその他人はその時は笑うかもしれないけど、どうせ他人のことなんで忘れてるんですよ。覚えてないんですよね。そうなんですよ、そうなんです。気にしてるのって自分だけだから、もうだからそれを気にしてることをもう気にしないっていうのをなんかすごい僕は思いますね。これ2人だからこそ思うことというか。大事なことですね。気にしないっていうのはでも一番難しいですけどね。そう難しいけど大事な目線なんですよ。だから常に気にしないがずっと 100% じゃなくていいと思うんですよ。気にしちゃう時ももちろんあるんで、でもふとした時にちょっと気にしないっていう選択肢がみんなの中にあったらいいなとは思うんですよね。別にその周りの人のために生きてるわけじゃないじゃないですか。やっぱ自分のためじゃないですか。まあ自分の人生なんで。まあもちろん気にしますよ。もう僕らも通ってきたんですよね。でもやっぱりそこをもうちょっとだけね、あ、そっか気にしなくていいんだっていうのを頭の隅にちょっとだけあるだけでも全然違うのかなと。そうですね。雑誌ですら気にした。もう本当に美容室のあっちゃんってもうそんなことなんとも思ってないですよ。美容室で髪切るときにまあ女性時代髪切るときになんかその雑誌置かれるじゃないですか。でその雑誌でなんかレディースの雑誌置かれてたら、ああ。女に見られたからこうなんだとか、そこまで考えるとか普段多分考えないじゃないですか。なんか本当になんか外出たら周り全部敵みたいな、っていうふうに思ってたんで、でもそれが今はもうなんかもうなんていうんですかね、いい意味でどうでもいいと思ってるんで、なんか逆にこんな僕たちでもあんなに狂ったほど気にしてた僕たちでも今こんなに気にならなくなったから、まあなんか見てる人にはまあ大丈夫だよってことを言いたいですね。なんとかなるよっていうのを。自分さっき清家さんに言ったんですけど、清家さんの動画見る結構好きで、落ち込んだ時に見るんですよ。俺清家さんの動画めっちゃ言われます。それ DM とかめっちゃ。あ、本当ですか。落ち込んだ時に見ます。自分はゲーム好きでゲーム実況結構見るんですけど、で落ち込んだ時とかもうなんかやる気出ない時に清家さん見るんですよ。なんでかってすっごい元気なんですよ動画で。でいやちょっと言葉悪いんですけど、もう無気力で見てる時にすごい心地いいんですよね。え、めっちゃ嬉しいですね。それなんすか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 いきなり。本当にそうで、なんかそのさっきのこのさっきの大食いの時のサムネイル撮り、そうだったんですよ。いやーとか言って、僕初めてだったのサムネイル撮りで声出して、だって声出した方が元気さ出るじゃないですかって、あれすごい斬新だったんですよ。それ嬉しいですね。すごいなと思って。まあでもなんか僕はそのもう被っちゃいますけど、やっぱポジティブに毎日常に生き続けるっていうのをなんか。心にこうなんかこう書いてるね、わーっとね刻んでるんで、ぜひともこの動画を見てくれた方はもう全てをポジティブに捉えていただけると、なんかいいかなと思いましたね。運がいいって言ってたじゃないですか。実は自分動画で話してるんですけど、自分めっちゃネガティブだったんですよ。すっごいネガティブで、でポジティブに変えなきゃって思ったんですよね。どうせ生きるんだったら物事をポジティブに捉えたいって思って、で毎日鏡に映ってる自分に「お前は運がいいから大丈夫」って毎日言い続けたんですよ。めちゃめちゃいいことじゃないですか。そうですって言い続けて、で今めちゃくちゃポジティブなんですよ。まあ落ち込むとダメなんですけど、でも自分なんだろう YouTuber の中でとかなんか人の中で一番運がいいと思ってるんですよ。それ本当に思って、なんかすごいさっき話してた時に同じだと思って。そうなんです。僕もめっちゃ運いいですよ常に。それ思ってると本当運がいいから起きません。そうなんですよね。本当に思いますよ。そうだから清家さんも言ってるんで、ほらってほらって。いやでもそうですね。ポジティブって大事ですね。ありがとうございます。自分らしさってなんだろうっていつも思ってたんですよ。やっぱりその自分なんてどうせみたいな感じの考え方がすごい今まであって、自分らしさって別にみんなと一緒だしと思ってたんですけど、やっぱ結局自分って一人じゃないですか。もう同じ人って一切いないわけじゃないですか。だからなんか自分らしさを探そうじゃなくて、やっぱ自分らしさってもともと自分が持ってるものなんで、なんかそれをなんかちゃんと見つけられたらいいのかなっていうので、まあそこが難しいんですけど、なんか探すんじゃなくてちゃんと自分をまず持つことが大事なのかなって。今の自分にあるんだよっていうことですね。をやっぱちょっと分かっとくだけで、あ、自分でいいんだって、はい、そういう気持ちになれることが僕は大事だなと思うので、それをなんかちょっとだけ思ってほしいなと思います。ポジティブになった方がいいとか、なんかポジティブでいろってもうね、みんな分かってるんですよ、そんなこと。でもなれないんですよね。で、多分辛い時って今見てる方の中でもたくさんあると思うし、辛いとか、多分まあその死にたいとか、なんかもう生きていくの嫌だとか、まあまあいろんな思いがあると思うんですけど、なんかその気持ちはもう今のその自分の気持ちは僕は受け入れていいと思ってるんですよ。ただまあ僕が言えることっていうのは、僕もその気持ちあったし。なんか死にたいとか、なんかもう本当自分なんてとかも、なんかもう一生無理だって思ってた僕でも、今こうやって YouTube をやって、なんか自分の好きな仲間と好きな友達と一緒にいて、こういうふうにまあ輝け、まだまだですけど輝けてるんだよって思うんですよ。僕でもポジティブになれたから、みんなもいつかなれるから、その時を待ってほしいなって思うのと、あとまあなんだかんだあるけども、自分の人生の主役は自分だってことを忘れずに、まあその無理のない程度で頑張ってほしいなと思います。最初に言いましたけど、コラボを先に撮ってまして、今すごいいい話してたんですけど、スイーツ大食いの方がですね、キトチャンネルさんの方で前編、はい、できおけさんのチャンネルの方で後編をあってるんですけど、全く違う空気感があります。もう全然違う、もし多分この動画から入ってる子たちは、はい、えっていう。そうですよね。でも逆にギャップをすごく楽しめると。思いますので、そちらもね、概要欄に貼っておきますので、ぜひね、見てみてください。よろしくお願いします。じゃあ、本当にありがとうございました。